玉野屋の福岡玉屋株式会社福岡玉屋はかつて福岡県福岡市博多区中洲で営業していた日本の百貨店。長崎県佐世保市で1920年に九州で2番目の百貨店を開業させた田中丸一族は1925年に福岡市中洲に福岡市で初となる百貨店をオープンさせた。第二次世界大戦後 福岡市で初の水着ファッションショーを開催するなど様々なアイデアを駆使し、現在は三越伊勢丹参加となった天神地区の岩田屋と共に地域の百貨店として親しまれた。しかし昭和40年代以降、博多駅の移転や西日本鉄道などによる天神地区の商業開発などで中洲地区の商業地盤が徐々に低下、売り上げの落ち込みは止まらず、 店舗も老朽化した。現在の博多リバレーンイニムニマニモにあたる下川端地区の再開発で福岡市から各テナントしての入居を要請されるも社内で議論は2点3点し結局要請を断った。また西鉄福岡駅地区再開発計画でも各テナントの要請を断っている。売り上げの落ち込みは止まらず経営の維持が困難となり 1999年7月15日に閉店、百貨店としての70年余りの歴史に幕を下ろした。この日は、博多義恩山笠の追い山の日にあたり、地元の中須流が博多岩井歌と博多酒一本で長年の地域への貢献に感謝を表した。その後建物の解体までには数年を要したが、外資系企業などを中心としたプロジェクトグループにより、 新たなビルが建設され、2006年、新たな商業施設、ゲーツがオープンした。小津安二郎が監督した映画、おはやようでは、最寄り駅からの通勤機とに、リュウ州や東の英二郎らが立ち寄る赤町賃街の屋外広告の一つとして、同店名見出し看板が使用された。ありがとうございます。